ってるやつ。めっちゃいいですね。みんなで。うん。うまいわこれ。どうしよう切れたんすか。住みやすい。全然違った。うん。高さがあるからね。もうちょっと荷物の入れ方が安定したらご紹介します。今日ね、改善点がいっぱいあった。そうだね。意外とね、乗り心地もそんなに悪くない。うん、思ったほど。もっと、こんなんかなと思ったけど。こういう悪いところ走ったらなるけど。まあね。でもやっぱ疲れだよ。あ、この距離走って。今までの車とは違う。あ、そうだよね。なんか急に服装変わったけどどうしたの？いや、そんなことない。そう。なんかテイスト的になんかアメリカンの。元から俺こういうスタイルにしたの。ジョニー・デップかと思った。今日は焼肉です。焼き鳥で？焼き鳥だった。焼き鳥です。安だれでね。暇を見て、これやるわ。おいしい。ちょっとしか食べてない。いいしょや。いいしょや。今日ちょっとうまいな。ハマるわ。いや、ちょっと髪の毛燃えた今。チリチリなってる。What?
ハリウッドかと思った。いやいや。いやいや。想定外の寒さ、うん、ね、どうしたのかな、多分マイナス15度ぐらいあるんじゃないか、ない、うん、マイナス2度、うん、寒い、手が冷たい、うん、風が冷たいですよ今日、これ暗くなる前に串打ちやで、ね、串打ち、うん、今日はね白の熊谷商店さんでいろいろと買ってきました、はい、受付の向かいにあるそうね、うん、奈良の木ネギマと室蘭焼き鳥を作っていこうか、室蘭焼き鳥とは、室蘭焼き鳥って鶏肉に玉ねぎじゃなかったっけ、で、からしでしょ、豚肉で、豚だったっけ、室蘭焼き鳥は豚で、そうか、焼き鳥っていうそれって、なんちゃ今沙織か、おいなんでよね、ちょうどあんまり痩せたらディスれなくなるよ、ね、そうだね、褒めてたし、うん、痩せてちょっとね、玉ねぎ食いたくてさ、いや、玉ねぎ大好きだもん、うん、玉ねぎみたいな顔してるし、俺まだ沢かも前田だ、長沢くん、それ不時期だって、ね、そうだったゆすりを言うのが長沢くんだよね、長沢くんは陰湿なこと言う、うん、そうだよね、藤木くんは言い弱いやつでしょ、うん、ほんと言い弱い、ね、違うよ、言い弱いの山根だってそうなの、藤木くんはなんかもうごっちゃになって、藤木はセコいの、藤木くんってなんかちょっとこういう髪してるやつでしょ、うん、それがセコいんだって、唇紫色のやつでしょ、そう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 、あ、常にチアノーゼなの、そう、酸素足りてねえんだね一応弱いの山根、あ、そっか、俺どっちかっつうとキャラ的に言うと花輪くんだから、花輪くんって何だっけないでぁ、違う、私何、ん、花沢さん一番嫌なやつだよえ、しかもそれ花沢さんってサザエさんじゃね、そうだ野際さんじゃなかった、違う、花沢さんじゃない、違うって、それだけどサザエさんのやついや野際さんじゃなかった、陽子、違う、ほら野際さん、右尾さんだった。ああ。え、なんか、いや、俺今、似てる似てんじゃん。右尾さん。似てんねえ。似てんじゃん。花沢くんのこと大好き。日本は、那須串を作りましょう。いいね。なんかもう、あれ、薬師っていうよりも、BBQ ってやつだよ。俗に言う。バーベキュー串。うん。うまいね。でしょ？うん。私ね、串打つのうまいね。焼くの下手くそだけど。この苦労の先に美味しいご飯が待って。そうなんだよね。焼き鳥串ってさ、もう最初から刺さってるやつ買うより絶対こうやって生肉買って、ただ刺すだけなのにさ、数倍違うんだよな、ね、まず、うん。餃子もそう。最近揚げ物全然やってないね、うちね。ね。忙しい、マジで忙しい、私次の肉はサオリバラブロック、ほら今しか言えないぞ、そんなこと、おー、そんなこと言うならさっさと焼けてみるお前すぐ焼けたらすぐ病気になる、うん、あ、
の共同作業。あるって。あるって。あるって。全部あるからしてる。だって私帰ってたらいつも嬉しい。タヌキって寝ちゃう。寝ちゃう。タヌキたの気づいてたけどタヌキにしちゃうの。気づいたの？気づいてた。そうでしょ。帰ってきたら。前田の種怒られるって茨城に怒られる今の違う俺のオリジナル全然どっちあの最後の種のレのところが半音下がってから俺の茨城の茨城焼肉の種やすおたる前田の種いや、さっきと違うやん。さっきと違うやん。いや、まあ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 。はい。ね、はい、タレ作ったらタレ。はい。ちょっと今日ね、うん、味噌だれにしてみようかな。焼き鳥の味噌だれってなかなかないでしょ。ないね。うん。まあ勝手に、うん、あれなんで、ね、作ったこともないんだけど、やってみようかな。やりますよっ。チャッカ。まず、なんだっけ。酒、みりん？みりん？酒はこぼしたんだっけ？みりん。醤油を少々。秘伝のタレなのに教えちゃっていいんですか？大丈夫。多分ね、真似て作れないから。うん、ここに、味噌を投入。味噌。砂糖さんを、ライゾンター。ジンジャーの一つか。メガブラックペッパーそして先ほど視聴者さんが買ってきてくれた山椒ねえほんとわざわざね申し訳ございません俺が山椒ないですよねって言ったら買ってきますって買ってきてくれたこれがあやばいやばいこれがあるのとないので味の決め手が3割変わるのでで、山椒投入めっちゃいい匂いするのみんなでちょっと、犬ネギ食ってんのあはは、犬ネギ食ってダメなんだ犬、ダメよもうそれ入れてしまったらもう誰も真似できないそうだよ安スパイスでは薄力粉をポンとしますちょっと好みをつけてねうんいいね焼き鳥屋焼き鳥屋さん乾杯しますかいいねうわ吹いたいいねうんで焼いた方が早そう、うん、カレーをカレーをつけてもう一回分かります焼き鳥屋っぽい焼き鳥屋の店主ですねない珍しい、うまい、うん、食べたい、うん、いただきますうわーうわスパイシーな味噌、うん、うまいめちゃくちゃうまい、うん、いいね、うん、うん
この寒い中食べるあったかいもの、うん、ジューシージューシー焼けてた？ん？焼けてる？うまっそう飯テロやん。やっぱさ、串は肉買ってきて打つのが一番。めっちゃうまい。なにこれ、ちょっとレバーのせよう。うん、豚肉、うまい。うん、うまいわこれ。なんでもない。どうした？いや、勘違いだ。うん、うまいね。うまい。こちら、宝永餃子の、宝永餃子、の手羽餃子。これうまいんだよね。これ間違いなくうまいやつ。ほい、こら、フクロウスパイス、手羽餃子にフクロウスパイス。骨ないんだよね。骨ない。どうよ、焼けてるちゃんと。うまいよ。これがうまいんだよね。いや、いいね。外で食べるのは久々じゃない？うん。視聴者さんが、あ、見えないね。クラシックビールをくれました。しかも500で。ありがとうございます。さっき山椒のお礼で。串持ってったのにまた、ね、いただきましょう。いただきまーす。いただきます。ありがとうございます。うん。やっぱクラシック。全然味違うわ。うん。うん。やっぱ鶏が一番うまいわ。思った。ここまで来たらもう春が恋しいよ。すごい。一番雪もドロドロだしね。こういう雪少ないところに来た方がまだいいかもしれない。キャンプ休止期間。本当ね、休みたい。あ、めっちゃお腹いっぱい。ああ、食べます。寝よ。いや、今日もね、寝たい。うん、ありがたくない。寒いんだね。寒いね。もうテントの中正直入りたいもん。あんなね。締め切ってさ、中絶対あったかいんだろうなと思いながら、なんでこんな寒いよ、まあ、焚き火はね、焚き火でいいんだけどさ、でもやっぱり、ご飯食べながら焚き火してよかった、うん、燃えるって、ケツ。あー、引火するっておならって引火すんのかな。すんだろ。あの、俺やったことないけど、やったことあるけど、なんかテレビでやってるの見たことあるよ。引火したことは今までない。一度もよく昔こうやってライターでやったことあるけど、うん、ないんだ。でもテレビで引火したの見たことある。いやいや、あるけどさ、多分俺のおならにね、引火性のガス含まれてない。引火性のガスって何なの？人間の屁にもメタン入ってる。牛だけさ。あ、じゃあメタンガスって牛のゲップか。屁じゃなくて。いや、ちょっとわかんないけど、俺の引火性ないんだ。あ、そう。うん。キャンプの時が一番健康的にかも、うん、早寝早起きで。うちめっちゃ寝るの早いもん。おじさんだから仕方がないでしょ。まあね、もう安い。家でも毎日10時に寝るからね。10時に寝る体になっても別に寝る。1階と2階で別に居住スペース作れば一番いい。なんで私1階だ。俺1階でいい。そっちから。一緒に寝よう。で、寝れるな。喜んでるでしょ。この間珍しく腕枕してたし。知ってるねって。勝手に俺の俺のスペースに入ってて勝手に腕に乗っかったって。いや、スペース。いや、スペース。
冷静になった時にすごい追い出されたって鳥めっくりやん俺が多分なんか考え事してなくてこうやってる時になんか勝手に頭に乗ってきちゃった気になってだってヤスがさ枕で取るんだもん俺の枕に入ってくんだって寝やすいんだもんヤスの枕戻ってこいやいいから遠く行くなえ何それおしゃれにいろんなところから撮ってって言ってたしね、うん、マジビビるわ、うん、マイナス多分20はいったんじゃない行ってないでもカメラ動かなくなったこの程度お父さん凍ったね注いだら凍ってんの雪玉できてる、うん、いやそもそもだってこの辺でそんなことあるのまあそんなに下がる下がったんだねだってあの時マイナス10何度でそうなったのにさ、うんそんなに下がってないのでも多分マイナス10度はいってるわ観測記録で見たらマイナス10度寒かった寝てる時めっちゃ暖かかったよ、うん、マットを新調したんですおお後でご紹介する、うん、間違えました私が間違えました間違って買った、はい、けどまあまあいやいい、ね、結果オーラいいよいいよそこ冷えしないまあねあと結露がすごいねポタポタシュラフべちょべちょなっすねひどい雨降ってたな朝朝ねテントなんかやっぱり冬はティッシュなのかねそれはそうなのかな今もねポタ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 食べてるねみんなどうしてんだろうどうしようもないよねうん食いてんじゃんってことはあれだねティッシュいつもあ乾いてる乾いてるっつったけど膜の中にはだいぶ水分含んでるってことだねだから家で一回は干した方がいいのかもしれないあ一丁一短だねほんと一番はねキャンプしないのが一番冬冬っていうかねもう四六時中キャンプをしないのが一番やめるんかな何車中泊シフトしようとしてる車中泊は楽しみだけど車中泊っつっても俺の言う車中泊ってあれだからね
キャンプしに行く車中泊とかじゃないから。どういう車中泊？ただちょっと遠くの温泉行きたい時とか、例えば夜走って夜寝て写真撮りに行くとか、まあそういうのとか写真復活してもいいかも。うん、北海道の絶景をお届けする旅、いいですよ、その季節その季節、うん、本当はね、早かったらあのジュエリーアイスを見せたかったね、うん、次あれじゃない、桜じゃない、そらまた道南行かなきゃな、ゴールデンウィーク沈む、ゴールデンウィーク道南行っても大丈夫だよ。今日はもう撤収が早いから、ここ10時って結構早い、この1時間でかいよね、10時と11時の、うん、だって俺今日4時半に起きてんのにさ、うん、こんなにギリギリなんだ。うん、このパン美味しいんだよね、うん、バター香るパン、うん、あのセコマートのやつが美味しい、あー入ってる、うん、うまっ、うん、お見せしましょう、ムペンバ現象、なんだよ、ムペンバ現象、ムペンバ現象っていうの、ここまで気温下がるとお湯やるとき一瞬で水蒸気になる、ほんとに、いくよ、できるよ、いい。だから言ったっしょ。なったでしょ。なってない。ただお湯だったって。もうないよ。飛んでっただけ、そっちに。ほら一瞬でもうほら。いやいやいや。一瞬でなった。全くなってない。見てみなさい。え？見てみなさい。で、こちら新しく購入いたしましたインフレーターマットで3-2-3 キャンプマット SI、 本当は3センチ、こちらは何センチだったの？7センチ、本当はね、キャンププラスってやつだった、間違ったんですね、そう、それをそれの L がね、どこ見てもなかったんだよ、うん、俺が探してたら、なんか間違ってキャンプマット SI の方の L サイズを探しちゃって、あったあった、やってます、買って届いたら薄かったんで、うん、あ、でも全然アルチ 4.2 全然寝れたね、余裕、めっちゃ届く、うん、これはね、エア抜くのもすごい簡単で、こちらを1枚目のキャップを外すと、うん、空気を入れてます、うん、ちょっと微調整したい時にこのオレンジの、ね、真ん中を押すとね、うん、抜ける、抜けるんです、うん、一気に抜きたい時は、うん、このもう1枚目のキャップを外すと空気に抜ける、一気に抜ける、中にウレタン入ってる、入ってない、だからそれがいいって言ってた、そうそうそう、ウレタン見えるよ、普通の大きさとこの大きさ、二つ折りになるからね、で、この大きさやると俺の親指でいくと、うん、何本で20本分ぐらい長さ、いや、もうちょいだ、これだけのサイズになる、ね、今までこれの倍の長さだから、うん、それが、ね、これめっちゃいい、コンパクトになるし、あったかいし、うん、まあ、ハイコットにすればオールシーズン使えるね、まあね、うん、ダメだ、ダメ、もうできなくなっちゃったな、どうしよう、消えたか、できなくなりました、あの、自動のつけようかな、週間了、うん、暑いわ、あの朝の寒さが ね謎なぐらい暑い、うん、いきますか、うん